FM 那覇 78.0MHz をお聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。沖縄で頑張る人と人、出会いを紡ぐラジオプログラム、アイゲットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今週放送分12月の2週目となりますけれども、収録時期は11月最終週からご案内をしております。先週放送分でもオープニングで一部お話しさせていただきましたが、まだまだ新型コロナウイルスの状況もですね、冷めやらぬ中、日頃の生活等もですね、非常にご不便な部分多いかと思いますが、引き続き体調には十分ご注意の上、お過ごしいただければと思っております。そして先週放送のエンディングでご紹介しました通り、今週からの2週ですけれども、久しぶりの音楽特集ですが、時期がクリスマスに間近ということもありまして、今回の音楽特集は2週にわたり邦楽のクリスマスナンバーを中心に DJ ピックアップして2週にわたってお送りしてみたいと思っております。できるだけ幅広くアーティストをピックアップ、そして極力新旧交えながらお届けできればというところで準備をさせていただきました。初めて聞くナンバー、そして思い出のあるナンバー、いろいろとあるかと思いますけれども、ぜひ楽しみながら1時間お過ごしいただければと思っております。改めてよろしくお付き合いください。さあ、それでは早速なんですけれども、本日の1曲目ご紹介したいと思います。私自身が尊敬してやまぬ大好きなアーティスト、山下達郎さん、はい、この方から本日のオープニングを飾ってみたいと思うんですが、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、山下達郎さん自体、楽曲の収録自体をですね、オーバートラックというやり方、多重録音ですねで、行うというのを非常に多用される方なんですけれども、その中でもどちらかというとアカペラですね。このアカペラに関しては私自身国内でも本当に随一の方かと思っております。なので今日のクリスマス特集のオープニングは、その山下達郎さんの美声に基づくサイレントナイト、そしてホワイトクリスマスのバージョンをアカペラノンストップでお届けしながら特集スタートしてみたいと思っております。ぜひ瞬間でも結構です、目を閉じて、はい、雰囲気に酔いしげていただければと思います。それではお届けいたしましょう。山下達郎さんで Silent Night White Christmas。
本日の1曲目お届けいたしました山下達郎さんのナンバーからサイレントナイトホワイトクリスマス、アカペラのバージョンでノンストップお送りさせていただきました。今回のクリスマス特集についてですけれども、できるだけ幅広くこうアーティストをピックアップしたいなということで、 DJ 自身もですね久しぶりにいろんなアーティストのクリスマスの楽曲、そしてまあ冬にまつわる楽曲といった方がいいかもしれませんが、そういったものをピックアップする時間を設けさせていただきました。まあ本当に数多くの素敵な楽曲があってですね、今回選別するのも非常に迷ってしまったところもあったんですけれども、できるだけ、はい、多くの楽曲時間内に頑張ってみたいと思います。続いての楽曲ご紹介しましょう。続いてご紹介しますのはバックナンバーのクリスマスソングです。ご存知の方も多いかと思います。石原さとみさんヒロインでドラマ化されました私に恋したお坊さんというドラマの主題歌として起用されたナンバーですね。2015年のリリース以降もう結構冬場クリスマスの時期になるとこう定番になりつつあるのかなという気がしています。個人的にはこう思う相手に対してストレート、ある種一途なまでにこう思いの丈をこう伝えようとするストレートな歌詞というのが、どちらかというとすごくこうなんかスッと落ちたという感覚ですね。でボーカルの方のこの声の質感も切ないという表現自体がすごくこう節々に現れる素敵なナンバーに仕上がっているように思っています。相手への思いとそして自らの感情、そういったものをこうクロスしながら、はい、少し目を閉じてお聞きいただきたいナンバーです。ではお届けいたしましょう。バックナンバーでクリスマスソング。
バックナンバーよりクリスマスソングお送りいたしました。今週のアイエットラジオですが、邦楽のクリスマスナンバーを特集する形で2週にわたってお送りする企画としております。さあ今日はできる限りですね、時間巻き巻きで多くの楽曲をお伝えしたいと思うんですが、続いても素敵なナンバーご紹介したいと思います。ご紹介しますのは桑田佳祐さんのナンバーから白い恋人たち。ご存知の方も多いかと思いますが、ご自身が出演されました CM の楽曲で起用されたのがもともとのきっかけですね。画面上でピアノをこう弾きながら歌われるシーンも確かあったと記憶しているんですけれども、この楽曲も非常にいい、そうですね、この12月のシーズンは特にですけれど、よく街中でもかかっているナンバーかなと思います。サザンオールスターズのこう軽やかなキャッチーなイメージとはまた打って変わって、本当にこう、いい意味で思いが募る切ないバラードとして仕上がっている素敵な楽曲かなと思っております。ぜひその辺も含めてお楽しみいただきたいと思います。それではお届けいたしましょう、桑田佳祐さんで白い恋人たち。
桑田佳祐さんのナンバーから白い恋人たちお送りいたしました。まあ本当に聴けば聴くほど素敵な楽曲かなというイメージですね。ではどんどん参りましょう。続いてご紹介しますのは安室奈美恵さんです。数年前の引退後も圧倒的な支持と惜しまれながらやはり引退という形になりましたけれども、この方の残した功績というのは非常に J-POP の歴史の中でも多大な本当に貢献があったかなという気が個人的にもしています。またこの方のですねクリスマス向けのバラードって結構多くないのかなという個人的なイメージもちょっとあるんですけれども、ご自身のやはり声質とですね素敵なバラードとしてのこの曲調が非常にこうフィットした形の仕上がりになっているかなと思っております。ぜひ久しぶりの安室奈美恵さんのお声リスナーの皆さんにお届けできるのは、はい、私自身も嬉しく思います。ではお聴きいただきましょう。安室奈美恵さんでホワイトライト。
安室奈美恵さんのナンバーでホワイトライトをお送りいたしました。もうやっぱりいつ聞いてもこの方の声はもう本当に響きますね。すごくメッセージ性もありながら、でご自身がこう目指したまあ、R&B ですとかそういうスタイル、コンテンポラリーとしてのスタイルもきちんとこう見ながら、うまくこうクリスマス向けのバラードに落とし込んだかなという、そういう楽曲かなと思っています。では続いてのナンバーご紹介しましょう。続いては Dreams Come True、はい、こちらのアーティストです。お届けします楽曲はですね、結構もう前のリリースかとは思うんですが、まあ、当時もそして今この時期で聞いても、変わらずそのメッセージ性、そして、豊かなメロディー、いろんなものがこう伝わる、そういう楽曲に仕上がっているかなと思っています。個人的にも数多くのナンバーリリースしているアーティストですけれども、好きな楽曲の一つかなと思っています。こちらのバージョン自体は日本語英語両方ともリリースはされているんですけれども、今回は邦楽の特集という状況もあるので日本語のバージョンでお届けできればと思っております。それではお届けいたしましょう。 Dreams Come True で雪のクリスマス。
いやー、いい曲ですね。お届けしました。Dreams Come True で雪のクリスマスでした。もう何か景色がこう浮かんでくる感覚ですね。まあ改めて今日ちょっとお届けできてるのも嬉しいなと思いつつ、ぜひまた多くの方にこの楽曲が届けばいいなと思っております。では続いてのナンバーのご紹介なんですが、続いての楽曲はですね、私個人的に今回のリサーチで実は初めて知ったナンバーです。このアーティストが歌うクリスマスナンバーってどういう印象なんだろうというのはちょっと興味があったので、今日はあえてピックアップさせていただきました、はい、ご紹介しますのは斉藤和義さんです。どちらかというとこうアグレッシブにいろんなメッセージを乗せて歌われるというのが個人的にはイメージの強いアーティストなんですけれども、今回ご紹介しますクリスマスナンバーはですね、またちょっと違った一面でこのアーティストの良さというのを再発見できたかなと思っています。ぜひその辺を楽しみながらお聞きいただければと思います。ではお送りしましょう。斉藤和義さんのナンバーでメリークリスマス。
お送りしましたナンバー斉藤和義さんでメリークリスマスお届けいたしました。なんかクリスマスのこう新しいジャンルと言った方がいいんでしょうかね。なんかすごく驚き半分びっくり半分という感じの仕上がりになってたかなと思うんですが、ある種クリスマスナンバーもこの方が歌うと斉藤節という仕上がりになるのかなと、驚き半分本当に嬉しい半分ですねという形で聴けたナンバーかなと思っています。さあそれでは続いてのナンバーをご紹介いたしましょう。続いてのナンバーはですね、これ CM ソングで確かリリースされたナンバーかなと思っております。畑基博さんのナンバーですね。この方の声の質感も非常に特徴のある方ですけれども、ある種とつとつとではありますが、またドラえもんの主題歌を歌われた時のこうメッセージの出し方とはまた違うアプローチでこの楽曲仕上がりかけているかなと個人的には思っています。すごくしっとりとした心地よい一曲になっていますので、ぜひお楽しみください。それではお届けいたしましょう。畑基博さんから聖なる夜の贈り物。
お届けしましたナンバー畑基博さんから聖なる夜の贈り物をお送りいたしました。まあ本当にすごいですね。いつ聞いてもなんかとてもこう身しみるというか、はあ、本当に嬉しい声質だなという感覚で聞きました。さあ、アイネットラジオ今週の放送ですけれども、2週にわたって邦楽のクリスマスナンバーを中心にお届けするといった形でご案内をしております。駆け足でお届けしてきたんですけれども、今週ちょっと時間の都合で次のナンバーがラストのご案内になりそうです。今週のラストナンバー飾りますのはボア。ご存知の方も多いかと思いますが、デビュー当時確かですね、まだ10代の前半か中ぐらいのお年だったかと記憶しています。韓国の出身アーティストの日本デビューという形で、もちろん本国でも非常に注目されていた方だったと思うんですが、とてもこう鮮烈なデビューがあって、で当時でいうとこう、まあ、ソロでやりながらダンサンブルなナンバーに沿って非常にこうポジション高いものをこう歌われながらアレンジをするというのをやっていたんですけれども、その彼女がクリスマスのナンバーを歌い上げたメリクリ、これを今日のラストナンバーでお届けしたいと思います。とてもダンサンブルなですね、彼女のこうイメージとは打って変わった、とてもこう切々とですね、その寒いひとときを過ごすといったものを歌い上げているナンバーかなと思っております。それでは本日のラストナンバーお聴きください。ボアでメリクリ。
今週のラストナンバーボアでメリクリお送りいたしました。邦楽クリスマスナンバーの特集第1弾、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。次週改めてですね第2弾、はい、また異なるアーティストの特集からお送りしてみたいと思っております。ぜひそちらも合わせてお楽しみください。また来週の放送に関してはですね、エンディングでできれば年末年始のご予定も改めてご案内できればと考えております。ぜひそちらも合わせてご確認ください。それではアイネットラジオ、今週はこれにて失礼いたします。皆様どうぞ今週も健やかな日々をお過ごしください。また来週お会いしましょう。